皆さんこんにちは。皆さんにお得な情報をお届けしてまいります。島村楽器横浜みなとみらいチャンネルです。はい、今回は、トランペットのシリーズでですね、はい、こんな特殊な楽器もありますよコーナーをやらせていただきます。はい、まあ、今こうバーッとトランペットの仲間たちを並べさせていただいてるんですけれども、実は全部まあちょっとね変わった種類ですね。まあ見た目で違うものもあるんですけど、ちょっと今回のね音色の違いとか簡単にちょっとそれぞれ紹介をさせていただきますので、こんな楽器もあったんだというふうに知っていただけたら嬉しいです。はい、実際吹いていただきますのは、はい、島村楽器トランペット加工士のアンナさんです。よろしくお願いします。はい、では順番に、まあ、5種類紹介をさせていただきます。一番最初はもう本当にスタンダードのトランペット、米管トランペットですね。はい、こちら左にあります。はい、楽器になりますね。はい、こちら、楽器はバックさんの 180ml という品番を持ってきております。じゃあまずは一番スタンダードな米トランペットの音色を聞いてください。はい、お願いします。有名な曲ですね。はい、今のね、誰でも聞いたことがあるような、はい、たまにテレビ番組でも CM でも使われる展覧会の絵よりプロムナードの冒頭ですね。はい、演奏いたしました。ありがとうございます。今のが、まあ、通常のベントランペットの音色です。はい、じゃあ早速隣にありますこちら、同じ形に見えるんですけれども、実はちょっとこの管の長さが違う、青管トランペットと言われております。こちらも青管トランペット、まあ、同じトランペットの仲間なんですけれども、よくあのオーケストラで出てくる使われるトランペットの一つです。実際にちょっとまあ音色の違いですとか、はい、まあ、どういう音の違いがあるかをちょっと聞いていただきます。はい、じゃあ演奏の方をお願いします。はい、同じ曲で、そうですね、はい、じゃあ同じ曲で吹いていただけるということです。ございます。ちょっと違いますね、やっぱり聞いていただいてる方もそうですね、あの長さが違うので実は指も違っているんですね。指使いが、そうですね、あの一般的にチェ、はい、っていうのがドイツ語の音なんですけれども、英語で言うシですね。なので、ピアノのドと同じ音が、開放で出せる楽器なんですが、一般的に使われるこちらの米管と呼ばれるトランペット、ピアノでいうシフラットをドイツ音名で B フラット B と呼んだものになってます。なのでこっちが最初の音ラッと吹いて、こっちは最初の音ソッと吹いて、ちょっとややこしいですね。そうですね。ただ音色の差はやっぱりそれだけ管が短いだけ明るく良くなるようになってます。やっぱりあの近くで聴いていても、こちらの青管トランペットの方がすごくバーンとこうなんていうんですかね、こう突き抜けるこう透明感っていうんですか、そうですね、すごく本当にトランペットらしいあの響く音が鳴っているかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。またじゃあ隣に行きまして、はい、ちょっと背が低くなってちょっとぷよーんと横に広がったこちらもトランペットの仲間ですね。まあ、フリューゲルホルンというふうな名前がついております。はい、でごめんなさい、さっきご紹介し忘れちゃいました。これはさっき紹介した最初のバックさんと同じ、C180L という品番ですね。こちら変わりましてメーカーさんはヤマハさんのフリューゲルホルンになっております。YFH631GS という機種になってます。ちょっとこれだいぶ形が変わりましたね。そうですね、ま、いろいろ、空間が、はい、できてます。そうですね、ちょっとこうベルのサイズとかも大きくなってますので、これもまた違った音色になるかと思います。はい、じゃあ実際に吹いていただいて音を聞いてください。はい、はい、お願いします。
が、どうですか、その実際トランペット、はい、トランペットとかと比べた時は。はい、息の入り方も長い、そのまま入っていくので、そうですね、軽い感じ、特にこのヤマハのフリューゲルホルンの中でも私が吹いた感想ですが、今ここにあるこれおすすめです。すごく吹きやすくて音程もよくで響きやすい楽器です。フリューゲルホルンという楽器はトランペットに比べて響きが豊かな楽器でもありますので、はい、ぜひ試していただけると面白いかなと思います。ありがとうございます。すごくやっぱり音色が柔らかくなる特徴があるので、やっぱり今吹いていただいたみたいにすごい優しい曲とかはすごく相性がいいですね。それでは、はい、こちら2つ多分映像を見ている方が最初からもう気になってたんじゃないかなちょっと2つもね、最後にご紹介します。まずこちら黄色いトランペットですね。実は、他のこちらにある4本っていうのは、まあ、銀でできている金属の楽器なんですけど、こちらはとプラスチックでできているトランペットです。ピートランペットというトランペットですね。はい、はい、まあ実はすごいプラスチックだから軽いんですけど、はい、まあ普段この演奏していただくところにつけるマウスピース、プラスチック製のものがついてます。今回は安藤先生に吹いていただくので、はい、通常のトランペットと同じ使える金属のマウスピースをつけて吹いていただきます。はい、じゃあありがとうございます。お願いします。可愛いですね、色もね。そうですね集まって吹くと可愛いポップな感じで楽しめると思います。はい、指使いも吹いた感じも、吹き方としては一緒なので、そうですね、吹き方の練習だとか、やっぱ持ち運ぶと重たいじゃないですか、楽器もこんなになって大変なので、旅行先だとか小さな子が初めて触るのにもへこまないですし、そうですね、すごくやっぱりトランペット、まあ、プラスチック製なのでやっぱりまあ軽いですし、やっぱり扱いやすい、はい、まあ、お子さんでも触っていただきやすいっていうところが一番いいですね。これ当店にあるのは黄色いお色のものなんですけれども、他にも赤とか青とかピンクとか、お好きなカラーでご注文いただけますので、ぜひ好きなカラーを選んで始めてみてください。はい、じゃあ最後にこちらですね、一番小さいポケットトランペットといいます、はいはい、もうギュギュギュッと小さくなったミニトランペットで、これこそお子さんに吹いていただけるトランペットとしてとってもおすすめな機種です。こちらは、島村楽器のオリジナルブランドの、はい、ブリエルというメーカーのトゥインクル S という品番になっております。じゃあ実際ちょっと吹いてみてもらってもいいでしょうか。はい、かわいいですねじゃあ音色をぜひ聴いてください。はい、見えますかね、ぐるぐるぐるっとぐるぐるぐるっと巻かれているので、実は同じ長さあります。なのでこのペントランペットと同じ分の長さだと するかなただやっぱり近いので、こうやって遠心力で重たいだったりとか、そういったことがない楽器ですので、やっぱり小さなお子さんにも安心して吹けるかなと思います。やっぱり腕の長さが足りないお子さんだとなかなかトランペットって最初持てないんですけど、これでしたらやっぱり小さいお子さんでも触っていただけますので、ぜひちょっと店頭でお子さんに見ていただけたらと思います。こちらの、トゥインクル S という品番も、S というのは銀メッキという仕上げの違いですね。こちらも赤いトランペットだったり、あとは金色のトランペットだったり、お色も選んでいただけます。
はい、こちらもあの港未来店の店頭の方に、今の3種類ご用意しておりますので、ぜひご覧ください。はい、まあ、今ご紹介したように同じトランペットという中でもこんなにね、いろんな、まあ、特殊感だったり、こうちょっと遊んでいただけるお子さん用の楽器だったりっていうのをたくさんご用意しております。ぜひ通常のトランペットも数多く豊富なラインナップに、なっておりますので、港未来店の方でぜひ一度お試しください。